ふるさと納税とは、日本における寄付金税制の一つ。納税という名称だが、制度上の実態は、寄付であり、任意の自治体に寄付をして、その寄付金額を現に居住する、地方自治体へ申告することにより寄付分が控除できる、本制度をもって、希望自治体に事実上の納税をするというものである。ふるさと寄付金とも呼称される。ふるさと納税は、 個人住民税の寄付金税制が拡充されたものである。地方自治体に対する寄付金のうち2000円を超える部分について、個人住民税所得割の概おおね2割を上限とする金額が所得税と合わせて控除される。2008年中に寄付をした場合は、2008年の所得税確定申告により所得控除がなされ、個人住民税は2009年度分が税額控除される。また、 2015年4月より、ふるさと納税ワンストップ特例制度が創設された。ふるさと納税の法的根拠となっているのは、地方税法第37条の2である。この条文は、2008年に開かれた第169回国会の会期中にあたる同年4月30日に、参議院のみなし否決を経て、衆議院において、再可決、即日交付された。 地方税法等の一部を改正する法律により、新たに付け加えられたものである。この地方税法等の一部を改正する法律では、第37条の3中、全2条を、全3条に改め、道場を、第37条の4とし第37条の2中、全条を、全2条に改め、道場を、第37条の3とし第37条の次に次の1条を加える。 と定め、従前の地方税法に第37条の2を挿入している。制度設計当初には想定されていなかったが、寄付者に対して寄付金の額に応じ主にその地域の特産品を返礼品として送付する自治体が現れ、返礼品の内容をアピールして寄付を募る自治体が増えた。ふるさと納税にかかる指定制度の創設に伴い、2019年6月以後、 指定対象外の地方公共団体に対する、ふるさと納税については、特例控除の対象外になる。2006年3月16日付の日本、経済新聞有観のコラム、十字路の記事、地方見直す、ふるさと税制案を契機として、一部の政治家が取り上げたことから議論が、活発化した。地方間格差や過疎などにより、税収の減少に悩む。 自治体に対しての格差是正を推進するための新構想として西川一世が2006年10月に故郷寄付金控除の導入を提言しており、ふるさと納税の発案者と言われている。また、同知事は総務省が設けたふるさと納税研究会の委員に選任され、賛成の立場から積極的に発言をした。また以前から実際の住所以外の場所に何らかの貢献を、 したいという人は存在した。スポーツ選手や芸能人などには都市部での活動機会が多いにもかかわらず、故郷への思いから生活の拠点や住民票を移さずに故郷に住民税を納め続ける場合や、田中康夫が厳しい財政の中でも在宅福祉に力を注いでいる意欲的な自治体に税を納めたいとして、県庁所在地の長野市から下稲群や岡村に今日構えて、 住民票を移した事例がある。政府も安倍晋三首相が総裁選期間中も議論してきた重要な問題とし2007年5月菅義偉総務省が創設を表明した。前日のふるさと納税研究会を2007年6月に総務省に設けた菅義偉はふるさと納税の検討を私が指示したのは少なからず田中康夫がきっかけだったと周囲に述べている。 ただ、前述の研究会で議論が始められた際は、賛成派、反対派ともに考えているイメージが定かではなかった。同年7月12日には、村井義弘、斉藤博平井真嗣、飯泉加門、古川康氏の5人が共同で、ふるさと納税制度スキームを発表した。これによると、個人が、ゆかりのある市町村等に寄付をした場合に、前年の住民税の1割、 相当額を限度に所得税と住民税から税額控除するとしている。納税という名称であるが、形式的には寄付と税額控除の組み合わせ方式を採用しており、制度化されたふるさと納税に近い。同年10月、同研究会は報告書をまとめた。策定前の段階では、地方行政の長である知事の現時点の意見では、 構造改革による慢性的な財政赤字に悩む地方からは歓迎、賛成する意見が多い一方で、現時点で多くの税収がある大都市部からは反対や慎重な意見が多い。総務省の発表による2008年からの実績は以下の通り、従来確定申告が不要な給与所得者が、この制度を利用するためにはわざわざ確定申告を行う必要があったが、 2015年4月1日より、ふるさと納税ワンストップ特例制度が創設された。確定申告の不要な給与所得者等が行う後、団体以内のふるさと納税であれば、各自治体に、特例の適用に関する申請書を提出することを条件に、確定申告をしなくとも住民税の寄付金、税額控除を受けられる。この場合、所得税の寄付金控除は受けられず、 その分を加味した控除の全額が翌年度の住民税の減額という形で受けられる。ただし他の要件で確定申告を行う場合や5団体を超える自治体に寄付を行った場合はこの特例は適用されない。ふるさと納税は地域活性化を目的として始まった。しかし過度な返礼品や地場産品とは無関係な返礼品が制度の趣旨にそぐわないとして問題になった。 総務省は返礼品競争の是正のため、2017年春と2018年春に、返礼品について、寄付額の3割以下でかつ、地場産品とする、要総務大臣名の通知を出した。この通知に強制力はなく2018年9月1日時点で、寄付額の3割以上の返礼品を送っている、自治体は246市町村で、このうち174市町村が、 見直しの意向がないまたは、その時期を未定とした。これとは別に、埼玉県所沢市では、2017年4月から、ふるさと納税の寄付者に対して返礼品を送るのを、取りやめると発表した。市長の藤本正人は、返礼品を得るのが目的化していると、返礼品競争を批判していた。2011年3月11日に、岩手県、宮城県、福島県の東北3県を中心に、 東日本、北日本の広い範囲で見舞われた東日本大震災に際しては、発災から約2ヶ月後の時点で、前期東北3県に対して、だけでも、前年、2010年の全国寄付総額の6倍以上に当たる400億円帳が、統制度を通じて送られた。これに加え、発災から1年余り経過した2012年5月下旬には、長野県軽井沢町の男性町民が、 日本赤十字社と東日本大震災に係る複数の被災自治体に対し自身が得た株式場都駅からふるさと納税として合わせて約7億円を寄付していたことが明らかとなった上記のように被災地に義援金を送るのに当制度が利用されるのは制度創設当初には想定されていなかったが現在では広く認知されふるさと納税を専門に取り扱うサイトにおいては 災害支援専門のコーナーが特設されるほどにまでなっている。また、被災地の自治体における事務負担を軽くし、被災者への対応などに力を振り向ける目的で、姉妹都市など被災地とつながりがある他の自治体が統制度の義援金事務を代行するケースもある。一方で、統制度を通じて多額の義援金が送られた結果、確定申告されることにより、 多額の控除と還付金が発生。その結果、寄付者が居住する地方自治体において想定外の出費を強いられる事態に発展している。特に前期の軽井沢町在住者による億単位に上る統制度を通じての寄付に関しては、すでに株式上都域から県民税として約1億円が厳選徴収されていたことから、確定申告によって住民税の還付金7、 870万円を得ることになり、この結果として、道庁では、長野県の負担分を差し引いても約4700万円を持ち出し負担することを強いられた。この事態に、道庁長は、長野県を通じて、地方交付税による手当を求める考えを示した。2012年、当時の東京都知事である、石原慎太郎が、尖閣諸島の土地を保有する個人に対して、東京都が、 土地購入する方針を発表、その購入資金とするための募金が呼びかけられた。これにより、東京都庁には約14億円の募金が集まったが、これも東京都へのふるさと納税として、翌年に確定申告することで、寄付金控除を受けることが可能だった。2018年には、兵庫県が暴力団事務所の撤去に向けて、ふるさと納税で五百万円を集める方針を打ち出している。 2018年9月、総務省は過度な返礼品を送っている自治体をふるさと納税の制度対象外とし、税控除を受けられないよう法改正を行うことを検討するとし、与党税庁での議論を経て、2019年の通常国会に地方税法改正案を提出する方針を示した。この改正案は2019年3月28日、第198回国会で可決された。 改正地方税法による新制度では、返礼品は地場産品かつ寄付額の3割以下、仲介サイトへの手数料や送料を含んだ、諸経費と返礼品の金額の合計で、寄付額の5割以下に限定。対象となる自治体は、総務大臣が指定することとなり、改正法が施行される2019年6月1日から、以下の自治体がふるさと納税の対象から除外される。また、 以下の43市町村は総務省により、ふるさと納税の対象期間を同年9月30日までにされており、10月1日までに再指定の可否について認定される必要があるとして発表された。同年9月中に返礼品に改善があるとして、10月以降も参加できると総務省は発表した。2019年5月、総務省は 制度の趣旨を逸脱した過度な返礼品で多額の寄付を集めたなどとして、泉佐野市などを新制度からの除外を決定。2019年6月、泉佐野市は国の決定を不服として、国地方係争処理委員会に審査を申し立てた。2019年9月、国地方係争処理委員会は、改正地方税法に違反する恐れがあるとして、総務省に再検討を勧告した。しかし、 2019年10月に総務省は除外継続を決定。2019年11月、泉佐野市は国の決定を不服として大阪高等裁判所に決定の取り消しを求めて提訴した。2020年1月30日、大阪高等裁判所は泉佐野市の訴えを棄却する判決を言い渡した。2020年2月6日、泉佐野市は最高裁判所に上告した。 奈良県生駒市のふるさと納税返礼品、レインボーラムネ正式名称を地方創生応援税制といい、会社等が自治体に寄付をすると税負担が軽減される制度を言う。一定の企業が2016年4月20日から2020年3月31日までの間に地域再生法の認定地方公共団体が実施する町、人、仕事創生寄付活用事業に対して、 寄付をした場合には、現行の寄付金の損金参入制度に加えて、新たに寄付額の3割が税額控除される。2020年4月1日より2025年3月31日まで5年間延長されて、税額控除割合を30%から60%に引き上げるとともに、認定手続きも簡素化した。地方公共団体は、寄付額が事業費を超えないよう、 適切に授業を実施、管理する必要、ありがとうございます。